まずですね、そうそうそう。あ、昨日ですね、ちょっと僕、ガラクタ屋さんっていうのに昼間ちょっと行ったら、写真工業がですね、安くて売ってましたので、ちょっとぼそっとですね、5冊ぐらい抜いて、パラパラめくっていたらですね、なんとやっぱ、考えることは僕と同じ、いや、みんな書けるでしょな、と思って。このですね、写真工業2008年10月号っていう本にですね、カメラを楽しむ工夫っていうので、APS-C カメラでフルサイズっていうのがあってですね、ちょっと1、2ヶ月前にですね、フィルムカメラの後ろを開けたアパーチャーのところにですね、スクリーンをつけて、それをあたかもですね、等倍撮影するような、複写でですね、こっちでデジカメでやって、バルブで切ってですね、パショってやるっていう思いつきをですね、やってみたなんていうことをやってたんですが、それと全く同じことをですね、すでに2008年の時点でですね、写真工業に出ていました。その記事がですね、なかなか、いやー、これ、うまいこと考えるなと思って、このですね、写真工業では、まあ、スタジオ BT 深谷さんっていう人の記事ですかね。まあ、やっぱり同じようにですね、こう筒でですね、こっちがだからフィルムカメラ。で、ここにですね、フィルムに相当する部分にですね、なんとNPS だっけ？ KPS だっけな？なんか要するに、三五のカメラを一台ですね、ポラ専用に潰してですね、ま、潰してっていうか、後ろのバッグを交換して、ここはなんかポラパックで、ファイバーでですね、こういうふうに、ピント面をですね、こう、後ろへずらすっていうのが昔あったんですね。これ結構、富士屋カメラとかで500円とか今で売ってんのかな？ジャンク品があるんですけど。まあ、それをですね、フィルムカメラの後ろに、ポコッとくっつけてですね、それを複写して引っ張ってくるという理屈で、だから僕はスクリーンを使ったんですけど、この深谷さんって方はですね、このポラ、サンゴポラのですね、ファイバーを使って、これ実は僕ですね、持ってまして、ここに、あ、もうこれほっこりだらけで、これ何に使うあてもないんで、僕、外してですね、ここに埃かぶってあるだけなんですが、いや、これを使うっていうアイディアは、思いつきませんでした。さすが、写真工業っていうか、さすが、深谷さん。ちょっと埃がすごい。これね、こんな面白いものがあるんだと思って、ジャンクポラーからですね、外しておいた、やつで、別にここのピント面、ここのピント面をしてずっとこう後ろへずらすというまあ代物なんですが、これをですね、使って、こういうふうに、やっぱり同じようにこうクッションに入れた筒を作ってですね、やってるんですが、これだからこういうふうになってるんですけど、ピタッとくっつけるとですね、こう、だから本当にこう、引っ張り上げてくる。もうこうボケちゃうんですけどね。どういう仕組みなのか今一つよくわかんないですが、ここにリレーの光学系がもし入ってる微小な光学系がですね、要するに CCD の前にリレーレンズがあるようなのであれば、ひっくり返ると思うんですけど、そうでもない。あ、でも本当に微小な光学系だったらひっくり返らないのか。でもそんなの当時作れないもんな。本当にね、マイクロオーダーのピッチだったら、別に一個一個は本当はひっくり返ってるけど、その黒い点が、微細な部分がひっくり返ってるだけだったら全体では、そんなことは。で、こう、ね、こういう白、こう見えてんのかな？ これなんですけどね、何もないんですよ、こう、近づけていくと、コントでぴったりくっつけるとこに、もうほぼほぼ等倍のですね、文字が、見えてるんですが、浮かすとこう、
まあ、これをですね、使って、同じようなことを考えたのが出てたんですね。まあ、僕のその、拙い、ユーストでは、あれなんですけど、もしですね、この、写真公表、入手できる人、これ、ガラクタさんで300円言ってましたが、いたらですね、ぜひ、見てみてください。あ、そうそうそう、それから今月から、かな、ちょっと延期、半月ほど延期になったらしいんですけど、このユーストリームのですね、このアーカイブが30日間で、消されてしまうというのが、いよいよ、スタートするみたいで、だから、この時のやつも、もしかするとすぐ消されちゃうかもしれないですけど、フィルムカメラの35ミリサイズのデジタルで引っ張り込むとか、なんかそんなタイトルだったと思うんですけど、ちょっと忘れちゃいましたが、まあだからですね、ちょっと、だんだんこのなんかユーストリームもこう商業主義っていうか、ケチ臭くなってきたんですが、まあね、僕はこうソフトだけはこれ4万円ぐらいで買ったんですけど、まあなんかね、まあ、なんで僕は無料でやらせてくれとも言わないですけど、まあだんだんこうネットも圧迫されてきてですね、みんなが、大容量のデータをやるようになったんで、まあ、仕方がない流れなのかなと知りませんが、まあ、その分簡単に YouTube になんか転送できるような仕掛けもあって、それもちょっと僕もなんかこう、時々苦労するんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあ過去のですね、ちょっと話が同じのが出てたんでですね、ちょっと紹介してみました。写真工業、さすがです。ということで、はい、録画と。